はい、というわけで、はい、やってまいりました第1回落語スペシャルのお時間ですね。のお時間、はい、で今回も今ね声聞こえちゃいましたが、はい、小波さんに、行ってですね、高橋さんに お招きじゃねえわ高橋さんに来ていただきました。制作スタッフの高橋さんにいろいろお話をお聞きできればなと思います、はい、もお願いします、はい、というわけで今回はまあ、前回ちょっと言いましたがストラクチャーデッキシンクロのエクストリーム、はい、まあ、このカードまで入っているということで、はい、シンクロエクストリームのデッキを使って、まあ、そのシンクロエクストリームの収録カードでカスタマイズしたデッキを使って、私とその助がまた出るという、はいはい、ということだ、はい、というわけで早速じゃあ行ってみようか、はい、その2回目ともなれば私も慣れたので、ね、通信モードを使って呼んでやろうか。お願いします。今回じゃあ音楽は 5Dsにしようかな。おお。ですか。はい。さあ来い。あ来た。早いな。マスターわかんわ。お。またどうせ好きかよし選んでやったぞ。ありがとうございます。終了。というわけで、うん、早速デュエルを始めていこう。じゃーん。私はまた引き続きエンターメイトデッキを使わせてもらおうか。さあ私はこのシンクロンデッキと、うん、まあ本当にこの動画公開の発売直前になるのかな、というわけで皆さんもねこの動画を見てちょっとシンクロンエクスルの強さをね体感してほしい、うん、さあじゃんけんからだ。グーが強いということドリアおいくそーどうだ負けた。じゃあ私は先行だ。先行。なるほど。スピード勝負のシンクロンエクストリーム。え、そうなの。さあ、この先もエンカウントデッキをやってみようぞ。ゲーム。じゃじゃじゃーん。あ、うん。うん。なるほど。ああ。なるほど。私もね、これまだカードではね、触っていないカードたちばっかしなので、ちょっとこう、うん。いや、とりあえず私はカードセットだ。うん、そして、パラパラもいきまして、そしてターンエンドだ。はい、うん、そんなことで大丈夫ですか。じゃあドローよっしゃー。じゃあ俺はオットアイズペンドラムドラゴンを。うわー、おなじみの流れだそしてからのあいつ何者だ。召喚エンタメイトシルバークロー召喚。うわ、そしてすかさず攻撃？バトルフェーズに入るぜ。うわぁ、1800の攻撃力。しかもなんか、アタックすると300ポイント攻撃力が上がると。あ、ジムヒルのエンタメイトモンスターの攻撃は300だ。まあ、自身もだな。2100。うわぁ、ボルタロー！出た！とっとこボルタローが。とっとこボルタロー。墓地行ったぞ。ヘッケッ。メフェ2。お。セッツ。アンドセッツ。お、2枚セット。そしてターンエンド。よし、いくぞ。待て待て、俺のオットアイズペンドラムドラゴンを。そうか。敵からペンドラムモンスターを一枚手札に加えるのか。俺は星読みの魔術師を手札に加えて、で、敵をシャッフルして、で、エンドだ。ドロン。じゃじゃん。お、元気がない。私はスターライトジャンクソン。これは新お魔法。あ、新フィールド魔法ですね。新フィールド魔法、うん、まあ、中ナをリリースすると、リリースした同じモンスターと同じレベルのシン、あ、レベルが異なるか、シンクロンをデッキから特殊、うん、私はデブリッドラゴンを
通常召喚。うわボルタローが。このカードは召喚に成功したときに墓地の攻撃力500以下のモンスターを特召喚、ボルトヘッジホック、ね、これはまあでも800だから使えない。ただしどうしようかな、これ私はさあシンクロモンスターを特召喚、やった使っとこう、ボルトヘッジホックの効果発動、うん、あ自身の効果で蘇生しますか、そうだ、なるほど、指標して特殊感、今年、うん、このカードがフィールドから離れる場合は除外されると、おなじみのカードですね、おなじみ、はい、どうする、え、どうする、いやよしそっちですけど、効果発動、スターライトジャンクション、お、効果使った、これの効果は、チューナーをリリースすることで、うん、デッキから、レベルがそのリリースしたモンスターと違うレベルのモンスターをシンクロモンスター、シンクロモンスターを特殊感、デッキから特殊感、デッキから特殊感、これは強いね、シンクロモンスター、まあちょっと差し物赤馬さんもちょっと手探りですか、ね、手探りかもやめないが、私はジャンクシンクロモン、おジャンクシンクロ、はい、ジャンクシンクロ、はい、これでレベルが5、はい、シンクロ召喚だ、じゃじゃーん、よし行け、レベル3のジャンクシンクロンとレベル2のボルトヘッジホックシンクロスライドして、アクセルシンクロン、これも新カード、アクセルシンクロン、でーん、新力高け、一旦に上敵からシンクロンモンスターを墓地に送り、そのレベル分だけ攻撃力を上げたり下げたりできちゃう、ん攻撃力レベル、あレベルをね、レベルを攻撃力って言った方がいい、3とか4しか上がんないですよ、ね、あ上げるか下げるか最初に上げる、じゃあ下げよう、上げようか、どう下げる方が丸い気がするんですか、じゃあ下げる、じゃあ言いなり、言いなりかよいやあんま高レベルのチューナーだと使いづらいかなと思って、でもこれクイックシンクルまでねクイックで下げる、私はここはまた新カードのジェットシンク、これを墓地送っておくぞ、効果は見ても楽しみそしてもう一枚、じゃあ俺見ちゃおうかな、ジェットシンクの効果は、あ、見れるんだ、見れる、そう相手のボスで見れますよ、シンクロ止めで試合墓地を送れた場合にジャンクモンスターを敵から加えると、あ、なんかまあ2つくらいところですね、さらにこのカードが墓地に存在する場合、手札1枚墓地を2つできるこのカードを墓地から特殊召喚する、フィールドが離れると召喚する、さあ私はこのターン度だ、うん、じゃあ俺のターンドロー、うん、守備力2100でもなんか罠がいっぱいある、うーん、まあシルバークローで殴ったところで2100同士だから赤山さんね、そうだね、どうしようかな、困ったな、どうする、さっき手札に加えた星読みの魔術書を使う、足らないね、足らない、まだできないのかい、ちょっと待ってね、今回最新カードはこんなにいっぱい入ってるということなんですが、はい、高橋さん、はい、昔のカードもやっぱり使えちゃうかな、そうですね、タッグフォース6に入ってたカードは全部使えますし、まあ、ほとんどのカード使えますね、おお、押し尻に出てるカードほとんど使えちゃう、はい、昔のね、遊戯が使った、まあ、ブラックマジシャンとかね、そうですね、昔のデッキも再現できます、懐かしいカードも全部使えちゃうと、はい、素晴らしいです、じゃあちょっと待てよ悩み悩み、召喚、おっ、いい仮面になりました、なんと召喚してもこいつは効果は出ないぞ、うん、いいんだ、あ、まさか4と4でエクシスするこれもなんか見たな前回の動画でもなぜかエンタメイトがこれをおぉ
エクシールジョーガーイデオ超重力がある攻撃巨人エンタメイトカステルカステロ俺は厳しい大丈夫ですかもうしょうがないじゃあ効果を発動するぜ私の表側調子じゃあ選択肢2で2つ止めるといて表側表示のカード1枚を、うん、できるほらひゃっはーわー私のアクセルシンクロンがまたすぐ出せるでしょどうかなよっしゃバトルフェイスあったくあったくあったく受けよう2000よっしゃ厳しいぞそしてエンドフェイズさあターンチェンジこっちのターンドロードローじゃじゃんなるほどまた新しいカード引いてよじゃあとりあえずはアクセルシンクロの効果はい今度は上げてやるぞはいはいはいよし赤間さん大丈夫ですかねこれスターダストウォリアー出ますスターダストウォリアー出したいんだけどもとりあえずはい、シンクロンキャリアを墓地、うん、そして墓地のジェットシンクロン効果発動、はい、ジェットシンクロン手札1枚捨ててなんと特殊召喚できちゃった、はい、いやいやこれ横中脳ですけど大丈夫ですかそうだよここでスターライトジャンクションの効果発動だああなるほどああなるほどもう強えなそのコンボはジェットシンクロン傍聴プリはいこれ除外したでしょああ除外なんだああそうか自身の効果やでしょさっきシンクロンエクスプローラー後は守備用紙で特殊召喚だ、うん、これは召喚成功者ですな効果は行くぞレベル8おスターダスト普通のドラゴンスターダストドラゴンドラゴンじゃじゃーん、うん、光さす道となるはい来たスターダストはいさあ行くぞほら、シオリアの効果を使うとシンクロモンスターを手札に加えられるこれを使ってみる、うん、シンクロだなさあ、私はスパーダストで、はい、アタフィースを行うぞはいアタックだなんもないお、入りたいか苦し紛れだはいサイドフェーズはいじゃあドローどうするいや厳しいなどうしようなんとかスターダストウォリアを出したいところに行きたいかなぁしかしターンやっぱちょっとこれ降参も危ねえデッキの上でエボタン危ないエボタン押したら白旗が出てえっと思ってエンドエンド何もしない何もいいドローだうん
シンクロ、ジャンクシンクロの召喚。うん、はい、はい、で、シンクロンキャリアを、はい、召喚、副召喚、効果が、あ、でも効果向こうになってるのか、ジャンクシンクロン、そしてアクセルシンクロンを呼び出す。おお、はい、なるほど。おお、出よった。はい、からの、待て待て、一回確認させる。アクセルシンクロンのレベルを下げるのか。アクセルシンクロンの効果を使うと、はい、下げる。はい、下げて、私が選択するのはレベル3のモンスターだ。2にする。ジャンクシンクロンを落として、落として2にして2にしたぞ。お、ということは合計レベルは2、あ、10。いくぞ。お、見よ、出よる。光さす道となれ。よいしょ、よいしょ。お、10、スタースターダストウォーリアー。32,500。こいつはしかも特殊召喚をね、封じちゃうっていうことがあった。これもう無理じゃねえのか。いけ、私のスターダストウォーリアー、バトルフェーズアタックだ。はい、ダイレクトアタック。なんか効果ゾウ、おっ、エントリーとコールなんか特殊のやつ？いや、デッキから手札に加える感じ。なるほど。その守備力以下のインターメイト直接攻撃宣言ね、うん、2枚まで、2枚強い手札が溢れ返り。いやー、でもこれ困ったね。攻撃の無効になっちゃいますね。なんだって。3300以下だから、まあなんかね、なんでも、なんでもできちゃう。2100以下だとか2500以下、あ、守備力の合計が対象の攻撃以下だから3000以下かな。ああ、そうですね。お、トランプウィッチ。トランプウィッチ、オークルトブレブエボリューションか。ああ、さらにヘンデラーマジャー、はい、そして攻撃は無効になっちゃうと。手札が溢れ返りそうだ。手札が溢れ返り、じゃあ私はもう一度セット、はい、3連続、はい、ドロー。ヘンデラーモンスターのエクストラデッキに溜まってます。本当だ、これ1枚でも時読みが来れば。ダイフをペンドラム動画に貼って、なるほど。そして、あ、大丈夫、はい、 OK だ。これはどう、何かセットしないとな。特殊か、特殊召喚？あ、ペンデラム召喚もできるの？ペンデラム召喚はできる。1と4だから。おお、来たー。4しかできないのか。2と3。あ、2と3ですね。レベル2と3。さあ。あ、時間が出てきた。あ、そうか。無効にできるじゃん。どうなる？とりあえず大丈夫。大丈夫？そうだよな。そうだな。今アームゼートだ。まあいい。14だから、そうだよね。3しかできないんだよね。うん、じゃあ。おお、リリース？アルバムセット。なんだ？アルバムセットですね。ターンエンドだ。エンドフェーズ効果？
クワイズの効果で足しつない空鉄の像。何それ、これも新カードだ。マジか、何それ。相手が表側表示の魔法トラップの効果を発動したときにそのカード破壊するんだ。ほう、そしてオタイズの効果はこれは分厚だ。なるほど、時読みを加えようとしたのに。なるほど。多分あれなんか強いやつやな。どうかな、これって。はっ、2000を超えていた。フォーカスアームゼイドン。おう、モンスターに装備させることで、うん、攻撃力はなんと4000。そしてこのカードが戦闘で破壊したモンスターの、うん、攻撃力分のダメージを相手に与えるだっけ。なるほど。あ、なんだ、2100でしょ。あ、こっちに送らない。あ、ほんとだ。あ、なるほど。こんなことも気づかされるタッグフォーススペシャルですね。決められない。もう何もできないよ。いや、困ったな。ペンデュラムができない。ペンデュラム召喚もできないしなぁ。あ、でもこれでいいでしょ。捨てなしやな。あ、エンドだ。よし。うおー、バトルフェーズアタックだ。なんもねえぞ。やったー、4000ダメージ。あー、負けたー。強いぞ、シンクロンエクストリーム。はい、というわけで、はい、今回シンクロンエクストリームのシンクロンデッキで、はい、対戦しましたが、はい、まあ、これ強いね。そうですね、ちょっとスターストウォリアーが出てきてから、うん、ウォリアーがね、ウォリアーが出てきてからはペンデュラムしてもちょっときついなという感じでした、うん。まあ、なんとね、このシンクロンエクストリームもオフィシャルカードゲームの方でも近日発売ということなので、うん、まあ、この強さをね、実際にカードでも味わってほしいな。そうですね、まあ、こっちのタッグフォースペシャルでこの回し方を練習して、ほう、カードの方で遊ぶっていうのもね。あ、まあ、先ほども言ってたようにタッグフォース、まあ、ゲームだといろいろチェーンしますかとか発動しますかとかやってくれるから、うん、ここら辺でね、覚えられるんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、分かりました。まあ、で今回ね、まあ、前回も、プレイステーションポータブルを使って対戦しているが、はい、タッグフォースペシャルはなんとビータでも楽しめると、はい、ビータでも買えますし、はい、ビータで、買った人と、PSP で買った人と通信対戦することもできる、うん。なるほど、機種が違くても遊べる、ね、対戦して遊べると、はい、うん、ビータ対ポータブルという対戦も楽しめると。それはいいですね、はい、ぜひ友達と盛り上がってください、はいはい。というわけで今回第2回は以上だが、次回第3回は何を、ストーリーモード攻略ということで、ストーリーモードをね、解説紹介していこうと思う。というわけで次回も楽しみにしてくれ。手札から魔法発動。今の舞台は整ったわ。出なさい、サイバーブレイダー。手札から魔法発動。すべてはこいつのための布石だったんだよ。来い、ウォータードラゴン。シンクロ召喚。咲き乱れよ、ブラックローズドラゴン。モンスターをシンクロ召喚。
神の真の恐怖。いでよ、インフェルニティデスドラゴン。